イブン・ハルドゥーンの詩兵イブン・ハルドゥーンは、中世のイスラーム世界を代表する、歴史家、思想家、政治家、イスラーム世界最大の学者とも呼ばれる。南アラビアのハドラマウト出身のアラブ人はアイル族を祖先とする。ハルドゥーン家の始祖は8世紀に、アラブの征服事業の一環である、イベリア半島遠征に従軍し、以降ハルドゥーン家の人間は、アンダルスに定住する。9世紀には、ハルドゥーン家は、セビリアの有力貴族として力をつけ、1248年のセビリア陥落直前まで、一族は、セビリアを統治したイスラーム系王朝の下で、支配貴族の地位を保った。セビリア陥落の直前に、ハルドゥーン家は、イフリーキアのハフス・アサの首都チュニスに、亡命、かつてムワヒド朝で、セビリア大使を務めていた、ハフス朝の創始者、アブー・ザカリア1世の庇護を受ける。ハルドゥーンの祖父ムハンマドは皇位への登用を断り、隠棲して、神秘主義に没頭する、宗教的な生活を送った。この祖父の影響を受けて、ハルドゥーンの父ムハンマドも学問に没頭し、クルアーン、イスラーム法学、アラビア語文法、作詞の知識を習得した。1332年5月27日にハフス・アサの首都チュニスで生まれる。少年時代のハルドゥーンは、当時の両家の子弟と同じように、チュニスの学者たちから、イスラーム法学、伝承学、哲学、作詞などを学び、政界への進出に必要な教養を習得した。しかし、ハルドゥーン自身は、少年期について、多くを語っておらず、不明な点が多い。1347年にチュニスは、マリーン朝のスルタンアブルハサンに占領されるが、アブルハサンが、モロッコより帯同した学者たちとの出会いが、ハルドゥーンの学究心を刺激し、恩師となる哲学者アル・イコール・アービリーの教えを受ける、きっかけを生み出した。父ムハンマドは、モロッコの学者と交流し、学者たちが家に出入りしたため、ハルドゥーンは彼らから教えを受けることができたのである。家に出入りした学者たちの中で、ハルドゥーンが最も支持したのがアービリーであり、アービリーを中心として行われた読書会に彼も参加した。通常の講義ではただ哲学概論を講義するだけであったが、読書会では、イブン・シーナ、イブン・ルシュド、ファフル・アッディーン・アラーズイらイスラームの哲学者の著書を読解する手法が取られ、ハルドゥーンはここで優れた理解力を示した。1349年、ヨーロッパと北アフリカ一帯で流行していたペストに、チュニスも襲われ、多くの教師たちとハルドゥーンの両親も病に倒れた。1351年に、アービリーがモロッコに帰国するまでハルドゥーンは、彼の下で研究を続け、1351年4月には、宗教学概論要説を完成させる。アービリーの下での学習を終えたハルドゥーンは、ハフス・アサを振り出しに、マリーン・アサ、ナスル朝、ベジャーヤのハフス朝地方政権といった、地中海世界のイスラム政権の宮廷を渡り歩くことになる。勉学の続行、ハフス・アサの将来への不安、両親の死の直後という境遇のために、西方への旅立ちを思い立つが、長兄ムハンマドに諌められて、旅を断念しなければならなかった。おそらくは、長兄、ムハンマドの働きかけによって、19歳の時にハフス・アサの国事書記官に任じられるが、ハルドゥーンは西方への憧れを捨て去ってはいなかった。1352年の春に、スルタン・イブラーヒーム2世アルムスタシルの反乱鎮圧に従軍した際、密かに軍から抜け出して、フェズに向かう。当時の北アフリカは極めて政情が不安定であり、ハルドゥーンは、知人とハルドゥーン家の縁者の助けを受けながら、テベッサ、ガフサ、ビスクラと、北アフリカ各地の都市を渡り歩いた。マリーン朝のスルタン・アブーイナーンがベジャーヤを占領した、情報を受け取ると、アブーイナーンに会うためにベジャーヤへと向かい、ベジャーヤ付近の陣営で、アブーイナーンの艦隊を受けた。フェズに帰国したアブーイナーンはかつてハルドゥーンが支持した、学者たちより彼のことを詳しく聞かされ、1354年にマリーン朝の使者がベジャーヤに泊まっていた、ハルドゥーンの元へと送られた。マリン・アサでは、アブーイナーンに近似する学者の集団に加えられて、宮廷に出入りし、公文書を作成する、書記官の官職に任ぜられた。書記官の地位はさして高いものではなく、ハルドゥーンもこの役職に満足していなかったが、安定した地位を得たことで落ち着いた生活を送ることができ、フェズの学者たちから教えを受けた。他方、勉学の傍らで宮廷を訪れる他国の外交官、政治家とも接触をし、マリーン朝の人質となっていた、ハフス朝の王族アブ・アブドゥラー・ムハンマドとも交流を持った。1356年の終わりに、アブーイナーンが病に倒れると、ハルドゥンとアブドゥッラーは密かに語り合い、アブドゥッラーの領地であるベジャーヤに帰還し、ベジャーヤの支配権を奪回する約束を交わした。しかし計画は露見し、ハルドゥンとアブドゥッラーはいずれも投獄され、アブーイナーンは、事件の発覚後に、チュニス遠征の軍を率いて出陣した。アブドゥッラーの方は、間もなく釈放されたが、ハルドゥーンは1年9ヶ月の間獄中に置かれ、何度もアブーイナーンに釈放を嘆願したが聞き入れられなかった。ハルドゥーンは最後に200行にも及ぶ詩を書いて、慈悲を乞い、トレムセンに駐屯していたアブーイナーンはその詩を見て、満足し、彼の釈放を約束した。アブーイナーンは、フェズに帰還後病状が悪化して急逝、ハルドゥーンは、ハサン・ブン・アマルによって他の囚人と共に釈放され、接収された財産も返還された。釈放後、ハルドゥーンはチュニスへの帰国を願い出るが、この届け出はハサン・ブン・アマルに受理されなかった。アブーイナーンの死後マリーン朝は、ムハンマド2世や、サイードを擁立するハサン・ブン・アマルと、王族の一人、マンスール・ブン・スライマーンを支持する諸侯の2派に分かれ、ハルドゥーンは、スライマーンの側についた。そして、イベリア半島から帰国したアブーイナーンの弟、アブーサーリムが、カスティーリャ王国の支援のもとに、スルタンの位を請求すると、アブーサーリムの参謀である法学者、イブン・マルズークより、ハルドゥーンのもとに密使が派遣された。友人でもある、マルズークの誘いを受けたハルドゥーンはマンスール派の王族。将軍にアブーサーリムの指示に回るよう説得を行い、彼らを翻意させることに成功した。ハサン・ブン・アマルが降伏するに及んで1359年7月12日に、アブーサーリムがスルタンに即位、ハルドゥーンは即位の功労者として、国事詔書の行為に任命された。国事詔書に任命された当初、ハルドゥーンは職務に熱意を傾け、周囲も、彼の文章を称賛した。しかし、アブーサーリムはハルドゥーンが期待する、名君像とは、かけ離れた暴君であり、マルズークがハルドゥーンをはじめとする有力者を讒言して、権力を掌握するようになると、次第に、政務への熱意を失っていった。アブーサーリムはハルドゥーンに対して、一定の信頼を示し、彼を蘇我院の裁判官に任命した。1361年に、マルズークを先王を不服とする帝臣が起こしたクーデターによってアブーサーリムは殺害され、マルズークも失脚する。クーデターの中心人物である宰相アマル・ブン・アブドゥッラーはハルドゥーンの親友であり、クーデター後もハルドゥーンの地位が保障されたばかりか、俸禄と放置が加増される。ハルドゥーンはアマルとの関係をあてにしてより高い地位を要求するが、期待したような返事は得られず、自宅に引きこもってしまった。ハルドゥーンは、チュニスへの帰郷を願い出るが、おそらくはその申し出の裏には、東方で再興されつつあったザイアーン朝に仕官する、目論みがあり、彼が、ザイアーン朝に仕官することを恐れたアマルによって、申し出は拒絶された。それでもなお、フェズを離れたいという思いをアマルに伝え続け、ついにトレムセン以外になら、どの土地へ行っても良いという許可を得る。彼は妻子を妻の兄弟がいるコンスタンティヌに預け、1362年10月に、かつて交友のあった、ナスル朝のスルタンムハンマド5世と、宰相イブン・アル・ハティーブを頼って、イベリア半島のグラナダに渡る。3度目の仕官先である、ナスル朝では、ムハンマド5世の長身として立身し、カスティリア王国への使節に任ぜられるなど重用されるが、それが高じて、宰相のイブン・アル・ハティーブとの間に亀裂を生じ、退去を余儀なくされる。4度目の仕官先である、地方都市政権のベジャーヤでは、旧地のハフス・アサの王子のチグオへ、執権として、重きをなすが、相次ぐ戦乱の中で、ペジャーヤ政権は壊滅し、戦死したスルタンに代わって、敵のザイヤーン朝の軍勢に町を明け渡す。このように、イブン・ハルドゥンの政治家人生は流転の連続であり、それが後に学者としての彼の思想体系に大きな影響を及ぼしたとされる。ペジャーヤを去った後は、政治の表舞台から身を引き、学級の道に邁進する。現アルジェリアのイブン・サラーマ城にて、西アジアイスラム史の体系化を試み、歴史書、イバルの書を表して、学会において、確固たる地位を築く。カイロに移住して、活発な講演活動を展開し、マムルーク朝のスルタン・バルクークの信任を得て、多くの学院の教授職を歴任し、マーリク派の大法官に任ぜられた。この後クーデターに関与したとされて、政治的には失脚するが、学者としての名声は衰えることがなかった。ティムールのシリア遠征によるダマスクス包囲に巻き込まれるが、その名声を聞きつけたティムールによって陣中に招かれ、大いに弁舌を振るって、周囲を圧倒した。再び、エジプトに帰還した後には何度か大法官を務め、6度目の就任の直後に病を得て没した。王朝を招く主因として、アサビーヤ論を展開した。アサビーヤ論については、著書、歴史序説に詳しい。アーノルド・J・トインビーは、イブン・ハルドゥーンを、トゥキリデスやマキャベリと並べ、アラブの天才としている。G・サートンは、彼が中世最大の歴史家であり、マキャベリ、ビーコ、コント、クール・ノーラの先駆だとした。2006年までチュニジアで発行されていた10ディナール紙幣に肖像が使用されていた。ありがとうございます。